俳優の三浦翔平が主演を務めるインターネットテレビ局、アベマ TV のオリジナル連続ドラマ、会社は学校じゃねえんだよ、毎週土曜22時チルダ。の第2話が28日に配信され、パフォーマンスグループ、AAA の宇野美沙子と元 AKB48 で女優の島崎遥のカラオケシーンが話題となった。宇野美沙子と島崎遥のカラオケシーン同作は、企画者、藤田進氏の著書、渋谷で働く社長の、告白、をベースにし、夢、恋愛、金、友情、をテーマにした熱いリベンジサクセスストーリー。三浦演じる主人公、藤村哲平は、渋谷のギャル男からベンチャーに入社す。でも、憧れの社長からも裏切られ、自ら仲間たちと起業することに、立ちはだかる壁、信じていた人からの裏切りなど、主人公たちは翻弄されながら、も、会社は学校じゃねえんだよ、と決め台詞を吐きながら前に進んでいく。第2話は、共に会社を辞めた日高匠、早乙女太一、と共に企業の準備をする徹底。そこにインターンを辞めてきた笹川翔太、松岡広大、も加わる。インフルエンサー事業を成功させるには3000万円の資金が必要。資金調達のためベンチャーキャピタル交流会に参加するも振るわず、エレベーターピッチで巨額の投資をしたという金木社長に会いに行くことに。プレゼンは成功し投資を取り付けるが後日、出資の件はなしにしてくれと金木から。連絡が入り、オフィスに行くとそこには意外な人物が、という展開だった。配管が決まった雑誌の専属モデルだった水川花子、宇野美沙子、と後輩、美希。島崎遥が二人でカラオケに行くシーンでは、宇野が矢沢永吉の曲を披露。これは想像してなかった選曲、女優の宇野ちゃんの歌声聞けるなんて幸せすぎる。この二人とカラオケとか豪華すぎてやばい、など、視聴者から喜びの声が上がった。ちぃ、アベマ TV、本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。